さあ、皆さんこんばんは。教会社第2回目ですけれども、始めていきたいと思います。一言お祈りして、この会話に行きましょう。恵み深い天の父なる神様、こうして私たちをここに集めてくださって、共に教会の歴史、あるいはキリスト教の歴史について考える時が備えられていることを感謝します。どうぞ、冷静な目で歴史を調べ、そういう出来事を通して本当のところ教会って何なのかをもう一度確認することができるように導いてください。初めから終わりまであなたが共にいて、さまざまなことを通してあなたの真理を教えてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。今日は教会史の第2回目、教会史、キリスト教の歴史ですね。キリスト教の歴史であり、ね、キリスト教会の歴史でもあるんですけれども、2回目で国教化された後の教会の歴史ということについて考えていきたいと思っています。国教化されるというのは国の宗教になったわけで、ローマの主流の宗教になったわけで、これもおかしいというか面白いですね。ローマにはいっぱい宗教があったわけですけれども、あっという間にキリスト教が全体をこう支配するような形になる。これは必ずしも王様が認めたというだけではなくて、一つの非常に特徴的なことは、キリスト教というその宗教が、教義宗教というか教えを持った宗教だということはとても大きいことなんですね。文章があって教えを持っているので、この教えだよというふうに特定することができる、教えることもできる。でそれは人々に伝えて人々をまあ、まとめるといいますか、そういうことのために非常に便利ではあったわけですね。その他のローマの宗教というのはいろんな神殿があって、いろんな神々がいたわけですけれども、そこに特別な教えがあったわけではない、そこに特別な倫理的な教えがあったわけではない、救われるためにこうしろあしろということがあったわけではない、そんなわけでこう国教になった。で国教になったということは国が決定して国の宗教になったわけですけれども、後で出てきますけれども、国のボスが教会の上にあるのか、それとも教会のボスが国の上にあるのかということでは常に緊張感がありました。というのは教会の最終的な指導者は教皇という名前が付けられているわけですけれども、神から受けた権威ということを言い出すわけですから、国はその下だろうというふうに考え、国としてはいや、私たちがあなた方を認めたんだから私たちが上だろうと考える。でそういうところでの、喧嘩状態というのは常にありました。もちろんいつでも喧嘩ばっかりということではないんですけれども、そんなわけで国境化されるということから、あとさまざまな出来事がやってきます。で今日は、いろんなことを語りますけれども、ある意味で今日とこの次のレッスンの中ではキリスト教会にとってとても不都合な内容がいっぱい出てきます。ある教会の人たちにとってはいや、そんなことはなかったというふうに言いたい人もいるかもしれませんし、その評価は間違っているというふうに言われるかもしれません。歴史の評価というのは様々です。ですから今日私いろんなことを話そうと思ってますけれども、歴史の評価は様々なので、必ずしも私の評価と違う、いやそれは次なんて違うよという人がいらっしゃるかもしれませんが、それは承知の上で私は話そうと思っています。ですからいいですか、私が言ったことが全部正しくてもう私の考えから絶対違う、そんなことはないですからね、自由に考えてると結構なので、そんな風にちょっとこうルーズに考えながら流れをぜひ確認してほしいと思います。さて、西側のローマ教会、ローマを中心にしたローマ教会、この国としてはですね、ローマ帝国としてはどんどん弱体化が進んでいきます。おごる陛下は久しからずという言葉がありますけれども、とにかく散々税を尽くしていろんなことをやって、で腐敗が、道徳的な腐敗が始まり、そして国全体が弱っていく。ただそんな中でね、教会は力を増していくんですよ。教会は信仰勢力ですからね、もう全体を支配しているわけで信仰の対象になっているわけですから、10分の1税というのが入ってくるし、ね、そしてまた教皇からのその国の守りというのもありますから、教会が強くなってきて政治としてのローマ帝国というのは弱くなってくる。でちょうどその頃、これ歴史でやったと思いますけれども、ゲルマン民族の大移動ってなるわけですね。
なんだっけなっていう、ゲルマン民族の大移動っていう言葉は覚えてるけど、なんだっけなっていう気持ちがあるかもしれませんが、要するにこう北の方からですね、東ゴートとか西ゴートとかバンダルとかそういう民族がドワーッとこうどん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 南下してきて、まあとにかくこれ今でいう難民のような状態でしょうかね。その地域の経済状態が悪くなり、その地域の収穫が悪くなり、その地域の政治的な状況が悪くなり、とにかくその新天地を目指してということでどん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 やってくる。ゲルマン民族の大移動、しかも具合の悪いことにこの人たちはその昔異端と言われていたクリスチャンのキリスト教のグループがそこに行って宣教していたもんですから、そっちのキリスト教的な傾向を持ってやってくる、ね、それで結局それをローマとしてやっぱり守らなければならないので、やっぱそれをこうそこである種の戦いが起こるわけですね。それからイギリスの方には、今の現在のイギリスの方にはアングルとかサクソンとか書いてあるんですが、そっちの方にこう民族が流れていくわけですね。でこの民族の大移動というのがありました。でこれは教会にとっては一つの非常に大きな脅威となりました。それはローマ帝国自体がとても弱体化しているので、この人たちを抱えきれない、この人たちを指導しきれないという状況が起こります。で、まあ、それについてはまたじゃあ具体的にどうなったのかということについては後でやっていこうと思います。じゃあ東の方の教会、東の、東方教会、西はローマカトリックですね。ローマ中心です。ローマとかミラノとかね。東の方というのはコンスタンティノープルというのが、実はローマが衰えていき、ミラノに移り、そして同時にコンスタンティノープルというところに都が移って、そこが、まあ、そこもローマ帝国だったわけですけど、そこもですね、実はキリスト教の勢力がある意味では圧迫を受けつつありました。それはイスラムの人たちがこうどん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 こう力を持って押し寄せてきたからですね。イスラム勢力ですね。イスラムということに関しては、マホメットが570年に生まれているマホメットという人がいますけれど、メッカに生まれて、そして彼が、まあ、啓示を受けてこの、一つの新しい形態、一神教 の、 そのイスラム教ですね、非常に厳格な、宗教をこう、まあ、立ち上げるわけですね。一神教ですからユダヤ教とかと共通項があるわけで、まあ、基本的には旧約聖書は旧約聖書として受け取ってるわけなので、共通項はたくさんあるんですけれども、しかしそのグループがどん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 のし上がってくる。でこのグループは純粋に、本当に純粋にその道に生きているグループですよ。ローマ帝国のクリスチャンたちというのは豊かになっちゃった面があるんですから、この道だかあの道だかよくわからないような状況があって、非常に弱体化していたわけですけれども、イスラムの人たちというのは今でもこれは変わりませんが、六神五行という6つの信仰対象と、信仰内容と5つの義務ですね、5つの行動規範というのがありました。これは今でも変わりません。神、天命、来世、預言者、経典、天使を 信じる。で5つの行い、巡礼、記者、断食、礼拝、信仰、告白、これをもう厳格に守るわけですね。で彼らは、偶像崇拝をことのほか嫌いますので、聖像とかね、あるいは神の像とかそういうものを徹底的にぶっ壊すというのがあって、で東の方の教会、実はローマカトリックは西ですけども、東の方は何かというとギリシャ正教ですね。ギリシャ正教で、ギリシャ正教から派生してまた ロシア正教も そっちの東だったんですけども、そこにあるニコライ堂はギリシャ正教ですね。ギリシャ正教です。でそのグループは文字を読めない人たちのためということで、結構いろいろな絵を描いて
それで教えるということがあったマリア像もあったし、あるいは聖人たちの絵もあったし、イエス像もあったんですね。でイスラムの影響があって、その教会もやっぱりイスラムの影響を受けて、やっぱこういうのぶっ壊した方がいいんじゃないのっていうので、その製造を壊す破壊運動というのが始まりました。これはもうイスラム教からもろに影響を受けているんですね。最終的にはこのギリシャ正教とローマカトリックで会議を開いて、一応製造ありにしようということになりました。ただし統合における製造と聖なる像というのはイコンと呼ばれる平面的なもの、非常に平面的なものが祈りの対象として、その礼拝の対象というよりも祈りの対象として許されることになり、ローマは非常に日韓的なもの、その形そのものというのが OK になりました。ここでは非常に大きな対立がありました。でいずれにしてもイスラムの勢力というのはとてもこう強くてですね、630年から732年、この100年の間にパレスチナ、北アフリカ、スペインがイスラム化されていく。イスラムのイメージってなんとなくこう戦闘的で非妥協的で死ぬことも怖がらないみたいなイメージがありますけれども、よくよく細かいことを調べていくと、実に実にきめの細かい、福祉政策を持っています。実にきめ細かいです。だからパレスチナなどでよくその、ユダヤ教と、まあ、イスラエルとパレスチナ紛争というのがありますけれども、ああいうところの人たち、お母さんが亡くなったとかお父さんが亡くなったとか、そういう孤児は本当にイスラムの人たちは本当にきめ細かく世話をしているんですね。でその辺のところのこう貫き方というのは並大抵のものではない。でもいつの間にか国境化された教会はステータスができて縦社会ができて、やっぱり手の届かないところいっぱい出てくる。やっぱり豊かな人は豊かになり、貧しい人は貧しいままっていう状況があったもんですから、イスラムに並く人いっぱいいたんですよ。それは教えが明確だということと同時に、非常に福祉政策といいますか寛容な部分がとてもあったからなんですね。今私たちはイスラムの人たちの中に寛容な部分もあると思いにくいですけれども、でもそれだってよくよく考えていくと、キリスト教が作ったその像というか十字軍なんかはそうですよ。十字軍なんかがあったので、もうイスラムの人たちの心はしっかり閉ざされてしまうというか、特にその西洋に対して、キリスト教を連想させる西洋に対して閉ざされてしまうというのは、これも一つの歴史的な大問題だと思いますね。いずれにしてもちょうどその頃、西側の教会にはゲルマン民族が押し寄せてくる、あるいは多民族が押し寄せてくる、東の方では今度は南の方からイスラム勢力が押し寄せてくるという、そういう嵐に遭うわけですね。でまず西側 の、 そのローマ教会ですけれども、ローマ教会にですね、その当時、まあ、それよりちょっと前ですけれども、グレゴリウス大教皇という人がいました。でこの人は、まあ、その当時国がどんどん弱体化していますので、国家への経済支援というのを随分行ったというのは、教会だけがお金があったんですね。国にはお金がなくて教会だけにはお金があったんで、この教皇はいろいろ考えて福祉政策なり、あるいは国に対して支援する、あるいは例えばよその国と戦ってローマ軍の人が捕虜になる、でそのための身の代金をこのグレゴリウスが払ったりして、そういうことで結構ですね、こう国を支援するということのためにとても戦った人、これがグレゴリウスで、グレゴリオ聖歌というのをグレゴリアンチャントと言いますけど、それを編纂したのがこの人だと言われます。で教会の歴史の中でグレゴリオスの大きな偉業というのは何かというと、イギリスに、今のイギリスですね、ブリテン島にイギリスに修道士を派遣して選挙活動したというのをこの人が送ったんです。この人はアウグスティヌスという有名なアウグスティヌスではないんですけど、別のアウグスティヌスですが、イギリスに派遣してで選挙活動を行ったんですね。そういう意味で歴史の中ではこのグレゴリウスという人は礼拝をとても荘厳なものとし、音楽を大事にし、国を支援し、
あるいは修道士を支援し、宣教活動を支援したという意味では非常にそのバランスの良い教皇として評価されています。で、その当時修道会がいろいろこうでき始めるわけですけれども、一番有名な聖修道院は、聖ベネディクトゥスというベネディクト修道会と言われる非常に厳格な修道会 で、今でもこのベネディクト修道会の規範決まりというのが西側の修道院制度の基準になっていると言われていますけれども、このベネディクトという人が、ベネディクトゥスという人が作った修道会で、まあ基本的には祈りと、黙想と労働、祈りと黙想と労働、祈りと勉強と、労働と言ってもいいんですが、それを本当に丁寧に寂しいところでやったんですね。で、これはキリスト教の歴史の中でも非常に大事なことなんですけれども、その当時の宣教方法というのは、まず、教皇が修道士をいろんな地域に派遣する、いろんな地域に派遣する。修道士は小さな修道院を建てて、そこで丁寧に丁寧に生きる、丁寧に生きるというのは自給自足をするんですね。開墾し、畑を作り、耕して、そして自給自足を目指して、そこで本当につつましい生活をし、で収穫物は町の人にそれを提供したり、あるいは後々ですけれどもワインを作ったりして、それを町の人に提供したりして、町の人から信頼を得る。でその後で教会がバーンってそこに大聖堂を建てるんです。そうするとこの人はこんなつましい生活をして、でも私たちのいろんなことをしてくれてるけれども、この人たちの背後には随分大きな力があるんだなというので、人々はこぞってこう信頼関係があるので教会にやってくるんですね。でこれはまあ国教化されていることもあって、そういうやり方で宣教活動は続けられています。だから説教が先じゃないんです。説教が先じゃない、生き方を見せることが先なんですね。でモンテカシーノというところ、これは現在のあれですけど、昔はこんな大きな立派なもんじゃなかったんですが、修道院が今できてますけれど、ここはとても重要なその修道士たちの、研究のためには非常に大事な場所になっています。でベネディクト修道会の生活ですけれども、一般的に知られているのは朝2時に起床ですね。まあ、大丈夫、心配しなくていいですよ、夜寝るのが早いから大丈夫です。朝2時に起床して、そしてお祈りがあって、そして黙想の時間があり、また祈りの時間があり、研究の時間がある。でこの研究の時間に写本とかしたんですね。聖書を写すという作業があったりとか、あるいは写しながら聖書を考えるという作業があったりして、でその後で畑の工作があり、お昼があって、また午後工作があって、夜の祈りがあって、就寝が6時、早いですね。2時から6時だったら楽ですよね。これ3時間プラスすれば5時に起きて9時に寝るっていうと一緒ですから、そんな大変じゃなかったと言われてるんですけど、それにしてもこれを毎日毎日続けるわけですからね。でベネディクト修道会すごい厳しくて、よっぽどのことがなければ修道院から外に出られなかったんです。で自分の魂を磨くということに終始したわけです。でも考えてください、第1回目の時に私は教会、パウロが迫害した教会というのは主の弟子たちであり、この道の人たちだという言い方をしました。主の弟子というのは主から学び続けるものという意味であり、この道の人というのはイエスの生き方を本当に丁寧に真似て、イエスが喜ぶ生き方をしようという、そこに集中して生きる人たちのことだ。その人たちの群れが教会なのだと考えると、こういう修道会のような在り方の中に一つの教会的といいますか、聖書がとても大切にしている教会的なコアの部分というのが見えてきます。彼らは何も自分のものを持っていませんでした。彼らはここで本当に一生涯名前も知られないままにこの生活をずっと続けたんです。そして必要があればどこにでも出かけていって、彼ら人々にその愛を分かち合ったわけですね。
でこれが修道会で、こういう働きがずっと国境化されて、いろんな問題があります。そういう中でずっとこうまるで地下水のようにずっとその働きが続いていく。極端な言い方をしますと、キリスト教会が継続した背景には、国による繁栄とかなんとかではなくて、こういう地味な活動をした修道会の人たちの地味な地味な、しかし非常に誠実なこの道に生きるという、主の心を学び続けるという、その姿勢があったからこそ教会ってね、生き延びたのだと思います。さて、歴史的なことを考えますと、カール大帝という人が出てきます。フランク王国というのがあって、まあ、これフランク王国というのは元のその後のフランスの源流みたいなものですけれども、カール大帝、このカール大帝という人は非常に優れた人で、まあ、このおじいさんが非常に大活躍をして、イスラム教徒と戦って勝利するとか、それからこのカール大帝というのが、カール大帝って何かお菓子になってる気がするんですけども、この人はですね、その北の方から攻めてくる人たちに対して歯止めをかける、歯止めをかける。で、非常に重要なのは、この800年にフランク王のカール大帝が教皇レオ3世から戴冠されるという出来事がありました。非常に重要な出来事です。なぜ重要かというと、ローマ教皇がこのカール大帝に冠を授けて、あなたはこの地域の王様だというふうに認めた。これね、確かノートルダムかなんかでやった戴冠式ですよ。ノートルダム寺院かなんかでやられたやつですね。それで戴冠する。それでその戴冠されたということを告知しながら、その難民の多い地域に出かけて行って、私はこの国の王だ、そしてこの国の国教はキリスト教だ、そしてこのキリスト教の支配者であるあの教皇から私は王として任命されているのだ、だからこの国に従い、そしてキリスト教徒になれ、という話になったわけですね。これね、非常にうまくできてるっていうか、この両方から王様のね、両方からという国の王でもあり、キリスト教会からその王権を託された王という意識があるものですから、非常に説得力があったんですね。非常に説得力がありました。そんなわけで、この人は現在のフランス、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スイス、オーストリア、スロベニア、モナコ、サンマリノ、バチカン市国の全土、スペイン、チェコ、スロバキア、ドイツ、ハンガリー、イタリア、クロアチアの一部を統治支配した。要するにこれヨーロッパ連合を作っちゃったわけで、一人で、ね、でどうやったかというと、さっき言ったように俺は王だ、でも王だけではなくて、これね、国の宗教でキリスト教のボスからも私は王として任命を受けてんだぞという、それはパワフルだぞと思うんですね。それに反対するというのは、国にもキリスト教にも反対するということになって、もう住めなくなるわけです。ですから非常に力を持っていました。で、この当時は教会とこの国の支配者は仲良くやってたんです。まあ、うまくやってたんです、ね、どっちも危うかったから、とにかくうまくやってた。ところがだんだん慣れ合いになってきて、だんだんそういう平和がやってきて、お金がこうきちんと入るようになって、民がおとなしく従順に従うようになってくると、どっちが上だっていう喧嘩が起こるんです。で一つには、叙任権運動というのが有名なんですけれども、叙任権運動というのはね、その、まあ、この関西帝が、仕切ったやり方ですけれども、今でいうその日本には県、何々県というのがありますけれども、そういうのと同じように州といいますか、そういうのをこうね作って、でそれぞれのところに、まあ、王様のような人たちがいるわけです。で、流れの中でこの地域を治めている王様としては、この地域出身の司教を立てて、この地域出身のキリスト教のリーダーを立てて支配してもらえば便利なわけですよね。すごくそうですよね、便利な。で、だから私が勝手に司教を任命してもいいではないか
と言ったらローマの、ボスがですね、そりゃあダメだそんなことやったらあんた方何やるか分かんない、だから私がそれを任命するのだ、司教を任命するのは私だ、お前ではないということで喧嘩になる。でこれね、利害が絡んでくるんですよね。利害が絡んでくるというのは、そのある地域の王様からすれば自分の知り合いをそこで取り立てて、自分の知り合いをその司教に立てれば当然相談してこの献金の何パーセントをこっちよこせとか、ね、これはこういうふうにやっていこうとか、そういうことが談合が始まるわけですね。だから都合がいいっては都合がいいんですけれども、それは全体から見ると腐敗の始まりだというので、教皇としてはそれはダメで、それで大喧嘩になったのが1077年のカノッサの屈辱事件と言われるものです。カノッサの屈辱事件、この皆さんにお渡しした資料の中にも2ページ目のところに書いておきましたけれども、ハインリヒ4世、これがあの北イタリアにおける影響力を増すために自分の子飼いの司教司祭たちをミラノ大司教、フェルモやスポーレットの司教に次々任命した。教皇は司教の任命権が君主ではなく教会であることを通達し、対立司教の擁立中止を求めたが、ハインリヒ4世聞き入れなかった。でグレゴリウス7世が皇帝の破門と皇帝権の剥奪をほのめかしたため、ハインリヒ4世は激怒し、1076年1月に独自の教会会議を開いて教皇の範囲を宣言した。要するにお前なんか知らない、お前なんかクビだってこう言い出したわけですね。こんなみっともないってのはみっともないですけど、こういうことが起こるわけですね。でこれね、大問題なんです。実はそれは一旦教皇からその地域の、君主に敗産停止というかね、そういうことを申し渡されると、その君主は結婚式も生産式も葬式もしてもらえない。でその関係教会が要するに活動停止になっちゃうんですね。でそれよりもっとひどいのは破門です。破門というふうに宣言されると、キリスト教徒は破門されたものと関わってはならないという掟があって、商売できなくなっちゃう。だから民衆は王様のところに行って頼むから、そんなね乱暴なことはやらないで、悪いけどその教皇の命令に従ってくれ、商売できない、生活できない、困ってしまうっていうので、このハインリヒ4世は泣く泣く、じゃあしょうがない、とにかく謝ってくるかというので、カノッサ城に行くわけですけれども、1月の寒い日、雪の降っている時にですね、出かけて行って、でそこに実は教皇がいるんですけど、教皇もそんなやつがと、ね、雪の日来ると思っていませんね。よくよくいろんな文献を調べてみると、なんかね、うっかり扉なんか開けたら殺されるかもしれないっていうのを怯えていて、それで開けなかったって言うんですけども、3日間そこでね、こうとにかくあの許してくださいってこうね、こう懇願してやっと許されたという事件があった。でもこれにはまたあの後の話があって、やがてハインリヒ4世力を盛り返してですね、で結局あのこの自分をクビにした経験のあるこの教皇を追い出してしまうということがあるんですね。まあ要するに喧嘩ですよね、嫌なっちゃうなと思いますけども、カノッサの屈辱という、有名な歴史的な事件になっています。で教会の中身はそういうことで喧嘩をしているというのは、さっき言ったようにそれは本当に主の弟子としてふさわしいことなのか、それは本当にこの道に生きる人にふさわしいことなのかといえば違うわけですね。でだん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 やっぱり教会の中に、なんて言うんでしょうね、贅沢な部分とかルーズな部分とかできてきて、傲慢な部分とかできてきて、1054年に西ローマ教皇使節が東のコンスタンティノープルに行って破門状を出して、あの東西教会が分かれてしまう。これも結構あのショッキングな出来事ですけれども、細かい出来事としては、西側のローマとギリシャ正教の間には細かいことですけれども、いくつかの違いがありました。例えば一つは、ギリシャ正教では
ひげを伸ばしてもよかったんですえ、今日あのリーダーが教会の司祭とかそういうひげを伸ばしてよかったんですが、ローマではダメだと言われてたんですね。東側では結婚してもよかったんです、司祭は。でも西側はダメだった。まあ、ダメだと言ってもいろいろ調べてみるととんでもないことがいっぱいあって、とてもルーズだったというのが後でわかるんですけれども、でこの波紋に至るのはね、聖霊の問題で、聖霊はギリシャ宣教は父から来ると言われ、ローマ教会はいや、イエス・キリストを通して父から来るのだという、そこがこうぶつかって、こう双方が波紋というか、関係ないよもうお前なんかって喧嘩するわけです。これもみっともないですね。弱体化につながるんですけど、でこの弱体化というのは実に実に巧妙な形でやってきて、傲慢になって怠惰になって、そして相手をどんどんこう切り捨てていく、で自分がどん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 弱体化していくんですけれども、その弱体化に気づいた時、彼らは何をするかというと、主の道を求めれば良いのにですよ。神の道を求めれば良いのに、そういう神の名を語って侵略を始めるんですね。侵略を始める。で十字軍というのは実はそういう出来事としては、キリスト教の歴史から見ても西洋史から見てもとんでもない出来事です。もともとこの十字軍の出発点は何かというと、情報が入ってね、エルサレムがイスラム教徒たちに支配されている、だからエルサレムに巡礼たちが無事に行けるように道を確保しようというのが最初の目的でした。それは最初の目的でした。エルサレムに行く巡礼たちがその行き帰り、そしてまたそこでも無事に礼拝して帰ってこれるように道を確保しよう。でも出かけていった十字軍の兵士たちはそんなことはお構いなしで、もうやりたい放題殺し尽くしたんですね。これね、背景があるんです。一つには国境化されたグループが、教皇の命令で応募してくるわけですね。もう国の中が怠惰になっていて、もうなんというかつまんなくてしょうがないような部分があって、もう欲求が固まっているような状況の中でそれが招集される。そして第1回目からこれが語られたかどうか私は定かではありませんけれども、間違いなく十字軍に参加するということは神への奉仕であって、それをすることによってあなたもあなたの子孫も神からの祝福を受け取ることができる。もっと極端な分かりやすいことを言えば、地獄にいた人であったとしてもそこから救い出されると、その神の戦いに参加することでというメッセージがありました。学問もなくやることもなく国の中で本当に軽蔑されている人たちにとって、そのメッセージは実に魅力的だったに違いない。そこで頑張れば私も私の家族も天国に行けるのかということで、彼らは喜んで参戦したんです。それで第1回目1996年ですけれども、第1回目の十字軍だけは、それはこれ騙し討ちというよりも奇襲ですからね。エルサレムにいたイスラム教の人たちは何にも考えてないわけで、そんなこと来るとも思ってないわけですから、びっくり仰天しただけですけれども、とにかくめちゃくちゃの状況になって、その十字軍が勝利してエルサレムをこうなんていうの、奪還するというか、エルサレム国というのを一応作るんですね。でもその出来事は本当に主の弟子としてふさわしい事柄なのか、この道にふさわしい事柄なのかと考えたら冗談じゃないと思います。こういう主義を学べば学ぶほど、私十字軍の出来事があるというのは本当にね、牧師を辞めたくないんですね。本当にかつては十字軍の美化された事柄が随分語られてきました。それは仕方がなかったのです。イスラムがそれ支配してたんだから。でもそんな事実はありませんでした。今ね、ナショナルジオグラフィックとかディスカバリーチャンネルとかヒストリーチャンネルとか、そういうところで
昔のいろんなことやってますけど、十字軍 の, あの十字軍のフィルムはね、かなり強烈でしたね。うん、かなり強烈です。いろんな史実を調べ上げて、で彼らは要するに虐殺集団であったと、本当にいうようなことがどん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 こう証明されてしまっている。そうすると、一体これは何だったんだろう。なんか、ね、熱にうなされたその気の狂った宗教集団のようなイメージですね。クルセダーズですよね。クルセダーズ、クルセードっていう言葉がありますけど、イスラム教徒にとっては、まあ、いわば気の狂った宗教集団でしかないんですね。いまだにそれは、その傷は癒えてないと思います。でここにもちょっと書いておきましたが、2ページ目の右のページ、第1回十字軍が組織されたのは1696年、聖地エルサレム奪回をかけた彼の蛮行ぶりは凄まじかった。エルサレムを陥れるやいなや、イスラム兵士はもちろんのこと、老若男女を無差別に殺害したのである。しかもそれは神の名においてなされた。フランク王国、後のフランスの年代記者である、ラウールは第1回十字軍遠征の様子を次のように記している。マーラで我らが同志たちは大人の異教徒を鍋に入れていた上で、子供たちを口焼きにして貪り食った。このような惨事の記憶はアラブの人々の間に口伝えによって広められ、ヨーロッパに対する消しがたいマイナスイメージを定着させてしまった。でこれですね、ただ単にイスラムのを敵として戦うということだけでは済まなくなって、1202年にはコンスタンティノープルの方まで出かけていくんです。でこの名前は何かというと、異端を撲滅するため、異端者を撲滅するため、ね、キリスト教徒だけども異端者を撲滅するためということで出かけていくんですね。でこれだってひどい話で、この、2ページ目の右の、そのまた右の一番上に、1209年結集された十字軍は多数の異端者を領していると目されたベジュの町を吸収した。十字軍がベジュの町に攻め入った時、どうやってカトリックとカタリ派、これは異端と言われているグループですけれど、見分ければよいのかという質問に、指揮官の教皇特使あるのはこう答え、全部殺してしまい見分けるのは神だから。この言葉で十字軍はカトリックのマドレーヌ教会の境内に逃げ込んだ市民7000人を殺した。とんでもない話ですね。でこんな状況が200年近く続いてるんですよ。170年ぐらい続いてる。これは主の弟子たちの出来事なんだろうか。それはこの道で本当にキリストの心に生きるというその人たちの出来事として許されることなんだろうかって考えると、どう考えてもおかしいとしか言いようがないんです。これどうやってこう許しを請うたらいいかっていうのは分からないんですよね。キングダム・オブ・ヘブンという映画があります。まあ、内容は一言で言ってしまうと、イスラムのリーダーの温厚さと賢さとキリスト教徒のリーダーのバカさ加減が非常に見事に掛け合わされている。ちょっと血生臭い映画なので、あんまりなんて見て気持ちの良い映画ではありません。ただ十字軍の忌々しさというかね、そういうのを見るということのためには非常によくできた映画だと思います。見ててもう本当に嫌になっちゃいますけれど、まあでも一つの史実に基づいた部分というのがあるものですから、私たちはもしかするとそういうことについては目をそらしてはいけないんだろうなと思います。で、その当時の教会の中にあった7つの大罪というのがあって、傲慢、嫉妬、憤怒、怠惰、強欲、暴食、これ大食いというのもあれですね、7つの大罪の一つですね。食べ過ぎというのは罪だよということなんですけど、それで欲情というのがありました、ね、でこれはもう教会の中にもう満ち溢れてたというわけです。で教会のリーダーの中にこういうものが満ち溢れてたとすれば、当然のことながらその教会に関わる人たちの中にだってろくなことは起こってないわけですね。つまり福音が福音としてきちんと語られていないし、
生きる姿が見られていない。でそんな状況の中に、そんな状況の中にこう現れてくるのが、その初期の頃ベネディクト修道会っていうのがあったと言いました。その働きはずっと続いていると言いましたけれども、このベネディクト修道会とは直接的には関係なく、アッシのフランチェスコという人が1208年に改心して、そして彼がサンダミアノという教会を立て直しながら一つのフランチェスコ会というのを作るんですね。でフランチェスコという人は非常に独特な人で、そもそもフランチェスコという名前はフランス人という意味ですから、イタリア系の名前ではなかった。お母さんがフランス人ですね。お父さんはイタリア人で、要するにハーフです。で非常に裕福な家庭に生まれ育った彼は、若い頃は本当にもう遊びほうけ、そして戦争にも出かけるわけですけれども、まあその後で彼は本当にこう心にですね、神の御言葉、イエス・キリストの言葉をこう受け止めて、こう人生が変わるわけですが、このルネッサンスとは何であったのかという本があります。塩野七海という人が書いた本で、おすすめしますけれど、ルネッサンスとは何であったのか。この本の中で塩野七海さんは、この人はイタリアのまあ専門家のようなローマ帝国についていろ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 長い文章を書いてますけれども、彼女ここでまさにルネッサンスを始めたのはフランチェスコだということを言うんですよ、ルネッサンスって分かりますよね。人間解放であり芸術運動でもあるわけですけれども、フランチェスコこそルネッサンスの最初の起爆剤を作った人だ。でその説明が非常に興味深くて、それまでの社会機構というのは、一番上にローマ教皇がいて、ね、一番上にローマ教皇がいて、そしてその下には祭司集団、司祭とか、要するに宗教指導者集団がいる、まあ、王もそこにも入るかもしれませんが、でその下に修道士がいて、でその下に俗人という一般人がいるわけですね、まあ、クリスチャンではあるけれども奉仕をすることもできず、別に大したお金もないわけで、教会には何の役にも立たないという、そういう感覚です。教皇がいて、宗教集団がいて、修道士がいて、俗人がいる。このフランチェスコは自分が乞食同然になって身一つで修道会を開くことで何を説いたかというと、教皇は認めるんです。教皇は認めるんですけれども、その下に宗教指導者と修道士と一般民衆とを横並びで理解した。横並びでどういうことかというと、あなた方は無理に修道士になる必要はない、あなた方は無理に教会の指導者なんかなる必要はない、神はあなたをあなたとして、あなたが生きているその場所で神はあなたを用いようとしているんだから、しっかり働けばよいのだ、あなたはそのいる場所でそれを生きることで神の奉仕者となれるのだということを説いたんですね。それでもっとすごいのは、彼は意識の中で、教皇がいて、宗教指導者集団がいて、修道士がいて、俗人がいる、その間に、つまり3番目にですね、3段階という3段階目の人たちのグループをこう、なんていうんですか、イメージしたんです。つまり働ける人はその場でしっかり働きなさい、そして働いて儲けたものは教会に寄付し、そしてそれは間違いなくその病人にね、それは病人に届けられるだろうし、福祉としていろんなことに使えるから、あなた方しっかり働いて、しっかりそれをその良いことのために使いなさいというふうに訴えたんですね。だからこの集団は今まではそんなに教会から褒められたこともないし、教会から本当にこういうふうにして役に立つよと教えられたこともないので、この人たちは大喜びでフランチェスコの支援者になった、市民運動のようになる。でそういう意味では、新しい社会がこう開かれるんですね。でこのブラザーサンシスタームーンという映画があります。この映画はとても大事な映画です。というのは、今日見てきた教会の中の乱れとか、あるいは
格差社会、豊かな人は極端に豊かであり、貧しい人は極端に貧しいという状況や、十字軍の虚しさとか、そういうようなものが本当にきれいに、きれいというよりも見事に描き表されている映画だからです。今アマゾンで1000円くらいで売ってるはずですので、まあ、借りてみるというのも一つですけれども、まあ、持ってみるのも悪いことではないかもしれません。非常にこうアピールする部分が多い、ね。そんなわけでまたまた修道院と修道士の存在が教会の腐敗、教会の狂ったような人集めと、そしてそのよそに出かけていって殺戮を繰り返すような、そういう馬鹿げた社会行動をこっちで、ね、見ながら黙々とここで貧しい人のために生きるという姿勢がずっと続いている。塩野七海さんの本の中にこのフランチェスコが十字軍の戦いというか、十字軍と一緒にエルサレムに出かけていったシーンが出てくるんです。彼は他の人はみんなこう兜かぶって戦闘態勢で行くわけですけど、この人はですね、いつものようにボロを着ていくんです。何人かのしもべっていうか仲間と一緒に。それで、ね、向こうのイスラム教徒がびっくり仰天するんですね。びっくり仰天して、でどうかフランチェスコは当然のことのように平和を解き、ね、許しを解き、そしてそのキリスト教徒に改宗するようにってわけですけども、もうねイスラム教徒はね、呆れ返ってもう丁寧に丁寧に殺されることもなく、丁寧に丁寧にフランチェスコを捕まえて、それでしっかりキリスト教側に送り返して起こす。それなぜかというと、この人狂ってると思ったらしい。でもそのくらい徹底してこの道に生きたという証が、この殺伐とした、ね、この時代に一人でもいたというのはね、私たちにとってはね、本当に助かるんですね。別にこの人がいたことで十字軍の悪が消えるわけじゃないですよ。だけど国中がそこにこう、もうね、国中がそこの中でもう湧き立ってる中で、黙々と乞食のような格好で生きながら他者の祝福を願い、平和を願い、本当に自由に生きるということに徹している一人のがいて、そこに12人の仲間がいて、昔の友達ですけど12人の仲間がいて、それがどん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 大きな大きな修道会として社会の中に認知されていき、大きな大きな修道会がそこから生まれていく。教会って何だろう、教会ってね、人数を増やす集団ということじゃないんですよ。教会ってね、主の弟子の群れであり、教会ってこの道に生きる人たちも出ないんです。そうすると見える大きな大きな聖堂を持った教会は、教会堂は見事だけれども、その内側はなんか白く塗った墓のようだなと思う。そこにキリストはいたのかなって、本当にその決定の中にキリストに対する本当に誠実な祈りが捧げられていたのかなって思う。本当に聖書の言葉が本当に大切な神からの教えとして、戒めとして、神を愛し人を愛するということが心の中にとどまっていたのかなとさえ思う。もしかしたら政治的な打算と、あるいは勢力の拡大と、あるいは欲求不満のその発露として戦争が選ばれたかもしれない。内容はよく分かりません。その辺のね、内情というのはよく分かりません。でもそんな中でも本当にこういう修道会ができて、そしてこの修道会によって、なんか本当にこうすがすがしいと言っていいかどうか分かりませんけれども、そういうこう働きがね、さっき言ったように地下水のように脈々とこうずっと続いていく。修道士がこう面白い髪型しますよね。ここのところだけピーッとこう残して、あとみんなこう剃ったりとか、あれ難しかったと思いますね、切り方は。でもあれに意味があるんですよ。あれはキリストが十字架の上でかぶせられたという茨の冠を意味していました。彼らはいつでもキリストが愛を持って苦難に耐えたのだという、そのことを意識するために、彼らは自分の頭を茨の冠だけを残して生きるということに徹したんです。
で、そういう中にキリストへの本当にこう誠実な思いというのがね、あるような気がする。誰でも彼でも真似のできることではないですよ、それは。確かにね。にもかかわらず、そこにある主の弟子としての姿勢やこの道に生きるという姿勢は、私がもしかするともう少し丁寧に自分にとっての出来事として学ぶ必要があることかなと。だけどフランチェスコは、あなたはあなたでいいんだよっていうね、あなたはあなたの職種でいいんだよって、そこで 神を礼拝し、そこで神に従えばよいんだという言い方で、別にフランチェスコすごい不思議な人で、こんな悪いことを指導していたはずの教皇に対して一言文句言ってないんですよ。それから自分たちのことを、あいつら乞食集団でって軽蔑していた他の修道会もあるんですけど、その修道会に対しても全くクレームつけてないんですよね。うん、本当に不思議な話ですよ。まあそれはそれで主の恵みがあるよっていう感じの、なんか若いんですけど、なんかすごい老成してるというか、ね、なんかそんな感じですよね。うん、でもそこにあったのは非常に単純ではあるけれども、実にその実直といいますか、素直なイエス・キリストに対するとっても素直な思い、それはね、決して否定することはできないと思います。国の中で勢力を持った教会は、国が失敗するのと同じような形で、それこそローマ帝国が滅びたのは内側の腐敗だと言われていますけれど、同じような方法で本当に大きなダメージを世界史の中で作ってしまう。でも神はとってもあれ豊かな方で、フランチェスコのようなその全てを捨てたというような、そういう人たちの集団をある意味で尊くお持ちになることで、すがすがしい新しい風をそこに吹かせて、新しい人たちの群れをそこに作っているというのは非常に考えさせられることです。この次の授業でもやっぱりとても忌々しいその魔女狩りとか魔女裁判とかいう、そういう事柄について触れます。でその後で宗教改革ということについても触れていくんですけれど、教会の歴史は必ずしも神々しい失敗も何もないというものではなく、汚い言い方をすれば人間のエゴが丸出しの本当に偽善者集団のような、そんな歴史が続きます。にもかかわらず、神はそういう状況の中にありながらも教会を滅ぼすことをせず、主に従う群れを、生き生きとした群れをどこかに必ず生かしてくださって、その次の世代に結びつけてくれている。歴史ってね、なかなかこう時間がないのでなかなか学ぶの難しいですけれども、でもぜひこういう時だからこそ興味を持って、どういう人だったのかなというのをいろんな形で、学んでいただければと思っています。全てが良いわけではない、もちろんフランチェスコだって全てが良いわけではないでしょう、ね、彼だってやっぱ問題があったに違いない。にもかかわらず、教会が主の弟子の群れであり、この道の者の群れだとすれば、国境化された大きな大きな集団としてのそこにではなく、乞食のような生活をしていたこの小さな群れの中にこそ、教会の原点が非常にはっきり見えるような気がする。ちょっと一言、イエス様、教会って何なのかを考えさせられます。あるいは私たちが教会に属しているといい、教会の発展のために働くといいますけれども、でも本当のところ何をどうすればよいのか、主よ、私たちを教えてください。そして主の弟子としてふさわしく、あなたから教えられることを喜びとし、この道に生きる者としてあなたの生き方をしっかりと学べるようにしてください。イエス・キリストの名によってお祈りします。